の小槌、本当に私の願いを叶えてくれるの？だったらもっといろいろやってみよう。おじいちゃんも明日のお出かけがすごく楽しくなるように何かお願いしてみる。次回のちびまる子ちゃんは、友蔵デートに行く、うちでの小槌を振りたいの2本だよ。お楽しみにね。